はい、どうも皆様こんにちは、ツナキャピでございます。はい、今回はね、クリスマス特別企画ということで、まあ一日ちょっと過ぎちゃってるんですけども、はい、サドンアタックの方でアイスワールド、まあこれはですね、まあこのゲームはですね、まあ、単純っていうか担当職人に言いますと、あれですよ、雪合戦です。はい、まあね、今回はこのゲームを、ね、特別企画としてやっていきたいと思います。はい、でまあ名前の方はね、ちょっとチャクタスタケ一世とかよくわからない名前なんですけど、まあ気にしないでください。昔に作ったアカウントなんでね、はい、ちょっとはい、ごめんなさい。というわけでね、まあ やっていくわけなんですけど、ちょっとただいまプレイ中でして、はい、まあね、はい、プレイ中なんで、とりあえず一回このプレイが終わるまではちょっと見守ってる感じでいって、終わってね、まあ初めからの状態になった時に、はい、やっていきたいと思います。まあね、外は寒いですし、まあ彼女もいませんし、はい、まあ家で悲しくね、やることといったら、まあこういうゲームですよね。まあ、ゲームの中で雪合戦をしてね、まあこういうまあネクラの方たちと一緒に、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、それではね、始まるまでカットしたいと思います。はい、というわけでね、はい、皆さん終わりましたので、はい、ではね、やっていきたいと思います。みんな抜けないでよ、ちょっとなるべく残ってて。はい、ではね、やっていきたいと思います。いきます、こっち行こう。ちょっとさっきブルーチームやったんでね、はい、ブルーチームのね、はい、優勝っていうか勝ちで終わったんですけど、さっきはちょっと始まんないですね。始めてよ、おい、始めてください、お願いします。これネット、始まった。はい、というわけでね、頑張っていきたいと思います。まずはね、僕ここの上に登るの大好きなんで、登っていきましょう。もうね、雪玉どんどん投げつけていきます。あ、いて、落下ダメージ受けた。自分このゲームクソ下手クソなんで、はい、そこら辺はご了承ください。くらえ、よっしゃ、ワンキル、ワンキル、まずはワンキル、よし、うら、やばい、当たる、あーくっそー、よし、今度こそ。マジね、リスポーン時間がこれめちゃくそ長いから、その間にね、話すなんていう、モチベーションが落ちるっていうか、だからなるべく死にたくないんだよねー、やっぱりね。ただいま撮影の時間がですね、はい、1時近くてですね、ちょっと親に怒られるかすっごく心配なんですけど、おお、もう、はい、ナイス、かわし、はい、かわしていく、かわせなかったようだ、ツナキャピ選手。はい、真ん中のやつ取られると、当たって、真ん中のやつ取られるとね、なんか必殺技的なのがついてて、よし、倒した、OKOK。はい、まあ、こんな感じ、おお、なんで俺後ろ向きで開封っていうかやっちゃったんだろう、解除最悪。あー、でっかい弾あるんですけど、あれ取られると本当に厄介なんですよ。ほら、よし、でっかい弾消えた。俺うまい、マジでうまい。よし、ダブル、あれさっきのでっかい弾どこ行った。うら、よし、でっかい弾回収、オッケー、来た。これでこのでっかい弾はね、範囲が広いんで、うらー、投げまくっちゃいますよ。いいね、いいよ。あ、俺が占領してるみたい。もうほんとこれ強いですから、マジで。うら、ほら、強い、めちゃくちゃ強い、来てるわこれ。あ、いた、うら。はい、まあね、弾の数の制限があるんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ強いです。俺めっちゃ強いじゃん、やっぱね、ネクラどもをね、ぶっ倒す力が俺にはある。うら、死ね、あれボコボコじゃん、勝ったなこれ。でも短い動画の方が個人的にね、嬉しいんだよねー。あー、もうこれ勝ちましたね。あー、余裕ですね。うら、やばい、あ、今の M 良かったのに、惜しい。うら、あー、うら、あのジャイアントパンダを殺す、ナイス、俺やってくれました、ツナキャピ選手。敵どこにいんの、怖い、この敵が見当たらない時のね、怖さはね、
世界一だよマジで。ほら、よし、あとは守りきれば、守りきれば勝て。最悪取られてる、くっそ、あーくっそ、なんでだ、どこ行ったどこ行った、やっぱ左から攻めてく、いや、え、うますぎあの人、やばいでしょ、よしもうね、正々堂々真ん中から攻め、うまい俺、真ん中から攻めていくってスタイルもありなんじゃないかと、ありなんじゃないかと思うんですよね。はい、というわけでね、まあ、ここにこのジャイアントパンダめ死ね、うらっ、お、誰か他の人が死んだごめんなさい、狙ってなかったのに、お前よし、お前死ね、オッケー、よし、このでかい弾を回収、よっしゃ成功、え、当たんない、え、やったなんか死んだ時に弾が落ちて、来た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 、うっしゃ行くぜ、ナイスナイス味方、マジあのでっかい弾取られるのが一番厄介だからね、これのプロって呼ばれた俺ね、雪合戦なら誰にも負けねえって、まあ、少年時代からね愛知県雪降らないですけど頑張ってきましたから、ほらこの見事なエイム、見事なエイム、もうちょっと上から攻めるスタイルでいきましょう、今度はいきまーす、うら、何上で持ってんだこいつ、ほら死ね、お前だ硬い、お前だお前死ね、おお、やばい、これワンチャン負けるのでは、ワンチャン負けちゃうんじゃね、嘘だろお前ら、解除解除、ああ、やばい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 、残り10秒だよ、みんな何してんの、おいネクラ行け走れ、お前ら俺の自慢6秒、やばいやばいあ、これ終わったんじゃマジ、うるでで、はい、なんとか、まあ、プラスキルだったんですけども、なんかスペシャルキルがもらえたんですけど負けてしまいました、はい、はい、今回はね、まあ、負けてしまったんですけど、いいゲームができました、アイスワールド、はい、とても楽しかったです、いいクリスマスが過ごせました、はい悲しすぎるわマジで、はい、というわけでね、まあ、今回誕生日じゃないわ、なんだっけ、クリスマスだ、そう、クリスマスの名前すらも忘れちゃったのね、特別企画としてやらせていただきました、ぜひね、面白かったら高評価、コメント、グッドボタン、間違えた、これパクリだ、あれの誰かそんなパクリだ、チャンネル登録お願いいたします、それではね、皆さんぜひまだこのアイスワールドってマップ多分あると思うので、サドンアタックやってみてください、それでは皆さんご視聴ありがとうございました、バイバイ。